1986年に創刊されたビデオ読者から以来16年、常に読者の皆さんの熱い信頼に支えられ、ついに100号を迎えることとなりました。その感謝の意味を込めて、今まで本当に本当にやばすぎて公開できなかった未公開映像をこの DVD に収めました。この映像の意味するところは、チューニングカーの原点はいつでもストリートってこと。世間の皆さんごめんなさい。体に悪いものはうまいもの。長い間過激にやってまいりました。ようこそビデオオプションの世界へ。峠のローリング族を一堂に集めた超人気ドリフト大会 D1 グランプリ、今はこれだ。ぶつかりそうでぶつからない、たまにぶつかる、それがプロのドリフト。こいつらは単なる峠のローリング族だが、そこに秘められた思いは熱い。相方は常に猛攻軍。自分の人生守りに入った人だって、他人の頭の切れた足を見るのが面白い。このエキサイティングな世界だけが持っている麻薬のようなその不思議な魅力、そんなドラマがここには山ほど詰まっている。ビデオオプションスペシャルバージョン。今までビデオオプションを見たことがなかったオプション読者の皆さん、こんにちは。ここに収められた数々の猛烈映像を見た後、君はすぐに車に乗りたくなる。そして次号からビデオオプションを見ずにはいられないはずだ。数年前からビデオオプション編集部に送られている謎の投稿ビデオ、そのテープを再生してみると、そこには湾岸を猛スピードで爆走する GTR の映像がたっぷりと収められていたのだ。これは投稿マニア千葉と名乗る男の湾岸最高速物語。これが千葉で有名な湾岸の千葉君、その人。現実離れした映像だが、これは実際の映像、やらせなしの真のドキュメンタリーだ。明らかに他の車とはかけ離れたスピードで爆走する GTR。 周りの景色から想像するに200キロ、いや、ことによると300キロ近くは出ているかもしれない。これだけのスピードを維持するには相当ハードなチューニングを施していることは間違いないだろう。ちょっと冗談じゃないよ、マジで速いな。千葉君のポリシーはたくさんの走りを自分のカメラに収めて投稿すること。決して自分の素性を明かさない謎のイカレ投稿マニアなのだ。速い車がいれば追いかけ、300キロまでひとっ飛び。R32、R33、R34 と千葉君の投稿してくる車はいつでも GTR。 一体何台の GTR で爆走しているのだろうか。謎は深まるばかりだ。席とそんなに夜中はなくない。なぜか昼間の映像を送ってきた千葉君、これは一体何を意味しているのだろう。やっぱしお縄頂戴したんだね千葉君。潔く警察へ出頭。でも君、なんでまだ撮影しているの。証拠にもなく警察の中でも盗撮を決行。あら、取り調べ室って狭いんだね。知らなかった。あなたが有名なツバ君ですか。そうです、ムングナスの取り消すですよ。とうとう面取りとなってしまったツバ君、これで湾岸とは別れかな。帰りは車には乗りませんから。そうっすか。自分の取り調べを撮影するとは随分明るい人なんだね千葉くん。次の映像、なはんだと思ったら千葉くんじゃないのよ。右に猛スピードのチューニングカーがわんさかいる湾岸。千葉君は面取り中でもチャリンコでこの道路を大暴走。ここはチャリンコの通る場所じゃないことは間違いない。でも千葉君にそんなことは関係ない。千葉君は湾岸を走ることがライフワーク。彼に常識という言葉は当てはまらない。
ところ変わって、ここは走り屋の聖地、大黒ふ頭パーキング。何やらたくさん車が集まっているようだ。取り消しになったでしょ。いや、なってないです。なってないです。ありますありますえこれ、これだ。え、これ僕の愛車。そうなんでしょ。愛車ってこれ、まずいじゃない、これは。いや、これ免許いらないんで、関係ないんですよ。そういう問題じゃなくて、高速道路だよ、ここ。いや、高速道路でも免許いらないもん関係ないんで、歩いてると一緒ですからね。それまずいんじゃないの、これは。いやいやいや、ところでですね、なんで40歳になって走ってるんですか。余計なお世話だけど、いいんじゃないの、40歳で。あの、楽に300キロ超えちゃうんですか。300は楽勝だね。楽勝。楽勝。はぁ、すごいですね。ところで、あっちの FD はお知り合いですか。あ、小関君で、40歳。あ、40歳。いや、なんで40歳超えて湾岸走るの。絵を撮らせていただきたいんですけど、はい、いいですか。僕趣味なんで、お願いします。はい。自分の免許がなくなり、でも撮影し続ける千葉君は、早いチューニングカーを見つけては道場走行。これが彼の趣味。湾岸で300キロ出すのが趣味なのか、その映像を撮ることが趣味なのか、一体どっちなんだろうね。なるほどね。湾岸の走り方ってのはギャップとかあるじゃないですか。あれどういう風に走ってるんですか。あ、ここからトンネルです。よろしくお願いします。はい、はい、じゃああとご自由にお願いします。あの、じゃあ今度は小関さんの車。お、ここで U ターンするわけですね。そうですね。わからないね。はははは。ですか。え、40。お子さんは？戻った千葉君、今日は何やら騒がしい。もしかしてあの人がいるんじゃん。ああ、やっぱしあの人がいた。そう、千葉君の最も尊敬するチューナー、天さんの登場だ。あ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。どうもどうも。どうも、はい。本物ですよね。はい、本物ですよね。アマさんは毎週のようにセブン集会を開く。その人気はこんな時代でも全く衰えない。不思議な人だ。湾岸のアマさんが出動。でも後ろにチャリンコが。あ、千葉君だ。
しつこいくらい海女さんの追っかけは続く。そして時を流れ、ここは第三京浜のとあるパーキングエリア。相変わらず海女さんはパーキングに行き、ファンが海女さんを取り巻く。この人だかり、筑波56秒台の速い車は美しい。湾岸に繰り出す海女さん、その後ろ免許が返ってきた千葉くんが追う。海女さんだ、海女さん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 、あ、甘さん、さっきはどうも、甘さん。あ、意味分かってる、なんか不思議そうな顔してるね、甘さん。あ、あ、ここで行っちゃった、ここで行っちゃったよ。あ、すごいな、やっぱ、わさんって本当に走ってんだね。どうしよう、パーキング入っちゃった。緊張するな。なんて喋りやねん。海女さん、サーキットでも速いんですよね、レースもやってるんですよね。しかも湾岸、湾岸も走ってるんですよね、海女さんね。僕ね、絵集めてるんですよ、趣味なんですよ。海女さんとよかったら、ご覧ちゃんとお願いします。ずうずうしくも、憧れの海女さんの横にちゃっくり同乗する千葉くん。いやー、海女さんの横に乗れるなんて嬉しいな。何キロ、この車で何キロぐらい出るんですか。出ないって言っても結構出てますよ。7000回転、7000回転。川さん、乾杯やー、いいなー。川さん、やっぱ我が気持ちいいですか。やっぱスピードでしょ。スピード、川さん、かっこいいなー。川さん、やっぱバトルが好きなんですね。だからレースやってるんですか。そういうね、まあレースはね、やっぱりチーニングやったんだけど、やっぱりレース、でも最終的なレースやりたかったですね。あー、なるほど、はあ、あれですね、なんか川さん、いつまででも走ってほしいな、川さんには。いや、頑張って走りますよ。そしてもう一人忘れちゃならない千葉くんの知り合い、最も危険な湾岸野郎がこの黙々スモーキーだ。ここは湾岸、そんなわけない。今日は0300と03で速さを証明します。景気よく0300を試みようとしたら、おっとっと、エンスト、危ないよスモーキー。やばいよ、こんなところで止まってて。やばいよ、どうぞ。はい、千葉くんと同様、走りは本物だ。速いぞスモーキー。千葉くんが湾岸の最高速撮影マニアなら、スモーキー永田は煙マニア。バーンアウトが好きらしい。スモーキー永田はかつてイギリスで大変な事件を起こしたことがある。これはその時の映像。これは投稿ビデオではありません。世界中どこ行ったって黙々スモーキー。
換装されたおよそ900馬力を発生するこのスープラは、5速でもホイールスピンしてしまうほどのスーパーマシン。派手なバーンアウトもお手のものだ。スモーキーはわざわざイギリスまで来て0300トライ。イギリス・ロンドンの M ロード、これから0300キロ行きます。非常に寒いです。アンド路面が濡れてます。正直スモーキー永田も湾岸で免許がなくなる寸前まで行ったらしい。だからスピードを出したって海外に出ちゃったらしい。でもイギリスで頑張ったっていいんじゃないの、スモーキーさん。ちょっとちょっと、ここは高速道路の真ん中じゃないんですか、スモーキーさん。やっぱりいつでもどこでもイギリスでもスモーキーだ。本気で海外まで走りに行っただけあって、この映像は千葉君以上大迫力。300キロは優に超えている。だが海外は甘くない。スモーキーは千葉君と同様イギリスの岡っ引きさんに捕まったとさ、当たり前だよね。ビデオテープをよこしなさい。君たちバカですね。ここは遊園地じゃないんだぞ、この日本ザル。スモーキー永田は豚箱行き、そして保釈された瞬間に陸路でアジア方面へ逃走、難を逃れた。翌日のイギリス各紙は日本のクレイジー暴走野郎としてスモーキー永田のことを取り上げた。イギリスの高速道路史上の最高速記録を更新してしまったのだ。ほんと危なかったな。実験にならなくてよかったね、スモーキー。新聞発表では最高速340キロと書いてあったが、実際のところは317キロだっつーなよ。ロガーデータだから間違いないって。測ってもいないのに嘘はいかんよ、嘘は。イギリスのチューニングカー雑誌は日本のクレイジー野郎、世界最高速度違反男を英雄として取り上げた。そしてスモーキーは世界中にその名を轟かせた。この新聞発表を340キロ違反男を友達に持つ千葉君、この男は一体何者なのか。さらなるハイパワーな車を求めて投稿はまだまだ続く。オプション読者の皆さん、分かっていただけましたか。千葉君のスピリッツを、この人こそある意味真の車好きかもしれない。ますます過激な投稿は続く。
ビデオオプションでは最新の千葉くん情報を提供していく予定です。過激すぎて未公開映像が溜まるばかりですが、ギリギリの範囲内の投稿ビデオを提供します。お楽しみに。日本が外国に負けない一流の自動車産業国になろうと努力していた時代があった。日本人全体が車の便利さ、楽しさを感じていた。当然モータースポーツの人気も上々。その頃、国内頂点のツーリングカーレースでテールスライドさせながらトップを駆け抜けるレーサーがいた。その腕前はマシンやタイヤの性能をはるか凌駕していたのだった。この男こそ真のドリフトの王様だと観客席にいた一人の青年は思っていた。俺もあんなかっこいいレーサーになりたいと願う青年の名は土屋圭一。そして彼もやがてレーサーになり、派手にドリフト走行して観客を沸かせるまでになった。まさにドリフトキング誕生だ。見せる歌詞、聞かせるサウンド、そんな元祖ドリキンの情熱が今燃え上がっている。スポーツカーはかっこよく走ってなんぼのもん。それは日本固有のモータースポーツ、ドリフト。不安定な走行状態をコントロールする喜びは天下一品。やったもの、見たものしかわからないこの興奮。クラッシュなんて怖くない。これこそが情熱の証なのだ。今その頂点を目指して日本中のケツグリジャンキーが集まっている。全日本プロドリフト選手権。99年の開幕以来、参加者、ギャラリーともにうなぎ登りで増え続けている D1 選手権は、今やモータースポーツに欠かすことのできないスーパーカテゴリー。全7戦を日本中で開催し、そのすごいの一言に尽きる走りをファンに見せて回るのだ。しかも笑っちゃうことに、ドライバーたちの大半はこの間までいわゆる峠のローリング族だったということ。日本広しとはいえ、暴走族と真っ昼間から笑顔で握手できるのはこのイベントだけだ。 D1 グランプリ第3戦、はい、ここスゴーですけれども、ね、スゴーです。もちろんこの走りを審査できるのはこの男たちだけ。予選から決勝へと数を絞っていくのは至難だ。ズバリこのレベルまで来るとドリフトが上手いのは当たり前。いかなる状況でもドリフト状態を維持していかなくてはならない。もはや小さなミスが命取りだ。いい走りを決めました野村健。あ、ブリッツワークス、あー、きついと。いいですね。いい、乗せて、いいね、いいね、いいね、非常に落ち着いた。おー、インディフト、つなげた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 、完璧ですね。完璧ですね、早いわ。早い。今から2コーナーにかけてスピードを、めちゃくちゃ速い。速い。かっこいい。かっこいい。いいスピードだよ、これ。ずーっと入って、ラインを取って。おー、かっこいい。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 攻めてますね。攻めてます、攻めてます。めちゃくちゃ攻めてますね。おーっと、大事なのだ。決勝戦へ近づくにつれ、走る方も見る方もアドレナリン噴出は頂点に達する。ドリフトのプロたるもの、全国を転戦するイベントでは過酷なコンディションの時も走らなければならない。ここでのミスは勝負に負けるどころか大きな損害にもつながる。だが客は大喜び。そこにモータースポーツの原点がある。我らオプションが提唱する車を使った遊び、これらを実践する彼らは今輝いている。第1回輝いて楽しい走り屋チーム天国大会。もともとドリフトはこのイベントから始まった。長野が生んだレーシングコメディアン、土屋圭一さんです。ドライバーね、俺レーシングドライバー。この人何も知らない。なかなかだな。ああいう風に思い切ってドリフトする方がいいんですか。そう。ビデオオプションボリューム5から欠かさず行われているこの読者イベントは、土屋圭一と共に育ててきた。
団体全国大会、はい、やろうども似てるぞあれ、ね、お前らお母さんに怒られるぞこんなことやったら。そしてあっという間に10年が経ち、ドリフトブームは頂点へと達した。ついに2002年大いなる読者イベントは車いすの最高峰となる。第78回イカサシーアチーム天国関東大会。たぶんかおい、え今お前なんか薬かなんか打ってた。たぶんね彼ね、今ね打ってる。僕土屋さんに日光で褒められて、なんか天候バカだなお前、本気にすんなお前。いやだけど中までくくってお前全部下ろしたってことじゃん。うん、そうだね。だってこっちもそうじゃん、室内もさ。相当好きだね。これ珍しいね。ああそれは。これ何これ。入院するときに引っ張るんですよ。嘘つけよ。嘘つけよ。一番流行ったのが昔のダミーオイルクーラー。ああそっかそっか。俺もつけた。俺もつけた。高橋クリメツ仕様で俺さ水道のホース切ってきてこうやって。水道のホースじゃダメじゃん。いや俺もやった。だってお前長野だよ。なかった。オイルは横浜だけどタイヤはねグッドイヤーなんだ。でもお前ファルケンってグレに入ってんじゃん。前は何なんだ。そうなんだよお前。そうなんだよお前。遅い。遊びのドリフトから職業ドリフターへ、そんな彼らの走りを支えるマシンはストリートカーとはいえそれ相応のチューニングがなされている。ドライバーのテクニックにその勝負を依存する割合が高いプロドリ。チューニング費用も5万円程度のものから500万円を優に超すものまで様々。ただ一つ言えることは、どちらも勝負は互角だというところにこのイベントの面白さがある。大事なのは今の自分のテクニックを 100% 引き出すための装備、それを見極めることだ。安全の確保とセミスリックタイヤの禁止ということ以外は改造できる範囲は極めて広い。それらを代表する D1 マシンを紹介いたしましょう。チューニングパーツメーカー H ケースの開発部門が全力を挙げて作ったのがこのシルビア。チューニングカーとしてもとても興味深い一品だ。全て市販パーツへのフィードバックを前提に始められたものだが、ドリフトで勝つために良いとされるパーツも他社から選んでいる。その気になればいつでも街中を走れる仕様、それが D1 マシンへのこだわりでもある。パワーユニットは走るコースに合わせてブースト値を設定、時には500馬力をオーバーさせることもある。従来から発売していたハイパーダンパーもスタイル重視のドリシャの世界で人気を得るためにフルタップ式に変更。基本的なアライメントはグリップ走行用とほぼ同等な数値、これでないとハイスピードなドリフトができないらしい。いわゆる S タイヤが禁止なため、それに代わって一番ハイグリップで、しかも幅広サイズが選ばれる。ドリシャ作りは常に横 G との戦い。確実に燃料圧送させるため小型の安全タンクを使う。車内はドリシャならではの工夫があちこちになされている。
これはフロントブレーキのラインロック。ボタンを押してる間フロントブレーキのみ効かせる装置で、ウォームアップランがない D1 では走行前に冷えたリアタイヤを瞬時に温めるのに有効だ。そして走行中演奏してもドリフト状態を保ったまますぐにエンジンリスタートが可能なボタン。とにかく審査員の目をいかに欺けるかが腕の見せ所でもある競技。勝つために手段を選ばず。何が出てくるか分かりません。つなげたよ、また早い早い、回れるよ、いっぱい回ったよ、回った、まだあそこ回った、決めましたね。あータイムは早い、2秒8。さすが GT ドライバー、あのスピードで曲がってくか、バカ、よく止めますよね、バカってあんた。代表的な D1 ドライバーを紹介しましょう。中にはオプション読者にもおなじみの人もいますよ。え、これ並んでんの？ちょっと、いや、スペアカーだろこれ。ちょちょちょ、ちょさん、ここ並んでんです。あ、並んでんの？順番待ちです、順番待ち。これすごいじゃん、なんか人気あるじゃん、サインで人気あるじゃん。マジ？なんだって人気ナンバーワンはやっぱりノムケン。面白くて頼もしいギャルを見ると一緒にお風呂に入りたくなる変態おじさんの腕前はなんとランキングトップ。パーツメーカーブリッツのワークスマシンを借る。あジャンプ海っぱですね、すごいですね。僕はあの1コーナーの縁石に乗るのはあんまり好きじゃないんですけど、土屋さんは乗る方と乗られる方でどっちが好きですか？これでもバッテレほらさいなら。この男こそドリフト界のカリスマ、栃木県出身小口義則。自らが作ったという謎の大改造車は今日もいろんな音がしている。エンジンがちゃんと吹けた時の走りは誰もがしびれるスーパードリフターだ。ギリギリまとめた。そして本市でもおなじみ谷口信輝は HK スワークスマシンを乗る。車の世界で一流になりたいという彼はレースもドリフトも本気で走る。勝った喧嘩は必ず勝つ、それがモットー。俺はもともと峠のローリング族だから大人になってもそれらしく生きていくつもりだとかっこいいことを彼は言う。でも仮面ライダーのオーディションには落ちた。意外と2枚目だが不思議と女の噂はない。なぜだかは本人に聞いてくれ。全日本プロドリフト選手権 D1 グランプリ、スピン寸前のドリフトアングル、チューンドカーの爆音、そしてスピード、決して偉くなるつもりもない、それらを操る精神的暴走族たち。そんな奴らがやっているからこそ面白い、すごいのだ。ストリートから生まれたモータースポーツは永遠に続く。D1 グランプリをご覧になりたい方、まだチャンスがありますよ。最寄りのサーキットでのイベントにお越しください。シリーズ2001から2002の総集編ビデオが発売になります。4月26日金曜日、ビデオオプション101号をお楽しみに。ビデオオプションレギュラー企画、つくばスーパーラップ、限界を超えたその走り、グリップランを超えハイスピードドリフト、そこにはチューナーの技術とドライバーの切れたテクニックがある。喜びと悲しみがあふれ、そしていつでも本気、もう後には引けない、意地と意地がぶつかり合うチューナーとチューナーの戦いの舞台を提供しよう。つくばスーパーラップ、マジ走りの車載映像の凄さを疑似体験し、そのテクニックをものにしろ。つくばサーキットは全長2キロ程度だが、適度なストレートと高速コーナー、低速コーナーがうまく組み合わされたコースレイアウト、チューニングカーの実力を試すにはまさに絶好なのだ。
スーパーラップレベルが年々上がってます、まあレベルは下がってる人もいますけども56秒は4レベルが上がってるんじゃないか、まあ、僕はですね、お前らがレベルを下げてるんだよ。2秒とか3秒とかスーパーラップを担当するドライバーは日本のトップドライバーたち。もちろんこのターザン山田というオプションレギュラードライバーも参加しているが、ビデオオプションでは悪役レーサー。帰れ帰れ、350キロぐらい出たろ。俺としたらな、まあ、黙れ見ろ、本当に。なんだよ、なんだ、待ってんのかよ。出来てるやつね、この野郎。お前の口なんかもう、ここまで暴れりゃ、おいおい、こいつ大丈夫かってなもんだが、実はチューニングカーリングスターが日本一早い。スーパーサーキットで最初にサイバーエボで57秒台に叩き込んだのもこの男。ではその超絶のテクニックをターザン山田の目線でどうぞ。57秒176。他のチューニングカーには絶対負けない56秒台に突入させる。動き出した巨大メーカー HKS、 その担当ドライバーアキラも緊張気味。あくまでストリート仕様にこだわり、全てを市販パーツで構成されたランサーエボリューション7。助手席どころかギアシートすらもつけたまま。ライバルの超軽量ボディに比べれば明らかなハンデ戦。見込みはあるのか。暮れも押し迫った12月、もうテストの時間はない。 HKS と飯田明のプライドをかけた最後のタイムアタック、重量のハンデはどこまで効いているのか。ではそのギリギリの車載映像の走りをたっぷりどうぞ。今まで誰も出し得なかった56秒台に感激が止まらない HKS と飯田明。半年間苦労しただけに喜びもひとしお。もうね、今ね、この最終コーナーもそうなんだけど、もう一部屋がすごい決まったのよ。そのタイムを破り立ち上がったのは純オートと木下光弘のコンビ。車はオリジナルのクランクコンロッドを使う 2.2 リットル仕様。575馬力を発生している。パワー的には十分だ。ではそのスムーズなステアリングワークをじっくり車載映像でお楽しみください。
遅い6秒入ったけどもうちょっとですね。エチケスのタイムは予想以上に厳しい。そのタイムに自分のタイムを破られた男が再び挑戦する。マシンはオーテック塚田 R3 に GT2530 ツインの640馬力仕様のエンジンにコース特性も似たマゼスペシャルの足回りで挑む。ではその激しいステアリングワークに注目しよう。56秒889。とりあえず多分俺早くても56.8はできる。スーパーラップに自分の信念との戦いを選択するチューナーもいる。59秒6。入れる。 FF でどこまでいけるのか。トップヒューエルターボシビックのアタックが始まった。ドライバーFF 使いの名手山野哲也。ではその FF ならではの走りを車載映像でどうぞ。59秒突破。そして筑波スーパーラップに挑戦してくるメーカーショップは後を絶たない。それはただひたすらに技術の向上に努めること。それが車を作る人間と車に乗る人間、その2つのチューニングを愛する者としての原点だからだ。挑戦してくる車はバラエティに富んでいる。ただ最速ラップを出すだけじゃない。その車でできる限界にひたすらチャレンジする。それもスーパーラップだから。86のすごいやつも EP のすごいやつもみんな筑波を目指す。筑波タイム狙いだったら四輪でトラクションをかける 4WD が有利とされている。だから GTR やランサーエボリューションが集まってくる。がここにも独自の世界を切り開こうとしている男がいた。アメミヤ。走りと興奮が収められたストリートカー最強グリップランスーパーラップ。ビデオオプションボリューム92、93、98に収録だ。今後もビデオオプションでガンガンお届けするぜ。55秒台は目前だ。350度行ってきます。350キロ。350キロってどんな世界？そんな世界をお伝えしてきたのがビデオオプション。スピードと笑いじゃ誰にも負けん。バ
爆走爆笑ビデオオプションリプレイでしぶれてくれ。ここはドイツの高速パーキング。子供たちがたかっているのはフリッツ348、かの有名なアウトバーン速度無制限区間で最高速トライアル。これぞストリートチューンドカーの進化が問われる時。記録は343キロ。日本だったら檻の中だ。よくやった大二郎。最高速の歴史はチューンドカーの歴史、チューンドカーの歴史はオプションの歴史。日本で唯一チューンドカー最高速テストができた日本自動車研究所。オプションはここにせっせとマシンを運びフルスロットルにしてみた。壊れないターボチューニングが確立し、軒並み300キロの大台に飛び込むストリートカーたち。車好きの夢は広がった。やがてターボに頼らず NA でも勝負するチューナー。そのメカニカルなエンジンフードの中には老舗チューニングショップの集大成が盛り込まれていた。ノーマル市販車開発用に設計されていた1周 5.5 キロ、最大バンク45度はそのマシンには小さすぎるほどのレイアウトだが、ドライバーは一生懸命アクセルを踏んだ。どの業界も進化が進むとモンスターを生んでしまう。軽いボディにハイパワーなエンジン、これぞチューニングカーの基本。1000馬力近いエンジンにタイヤをつけたようなものは恐ろしいオーラを放っている。数々のチューンドカーを乗りこなしてきた稲田大二郎は、速すぎてアクセルを戻したのはこの車だけだ。335ぐらいだよ。行ってみよう。モータースポーツの醍醐味はやっぱりクラッシュ。走るやつの気持ちはそっちのけで、見る側についたビデオオプション、こんなイベントもやってみました。狭いオーバルをぐるぐる回せばやっぱりこの通り。実況リポートもコース上から。そんな迫力はこのダートオーバルだけでした。あっとー、なんてこった。車が立った、リンカーンが立った。どうしてこういうことになるんだこのレース。これは見た。おー、落ちた落ちた落ちた。さあ、来た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 。危ない痛い痛い。イエローコーションです。ゼッケンさん、おっとイエローコーション再び、おっとー、何これ。また巻き込まれるわ。おっと林間がボンドに打っている。影響を及ぼすか。うわ、白煙は井上だ。おっと井上丸勝いった。っやばい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 、ひだひだ、消火器ケタケタ出ました。やっぱり予想、今日は筋書き通り。あら、稲田がそのままに。稲田が一郎壁接触。毎週回こんな調子だった大ちゃん、これが原因で今だいぶ来ちゃってます。激しい争いが、押した稲田大二郎、クラッシュ。見てる方も命がけ。先ほどのクラッシュで足回りにダメージを受けた大二郎ベンツ、もうヨロヨロの状態。ミスター X 余裕なんじゃないですか。遊んでる。もしかしたら僕は遊んだ。びっくり。
たして大二郎は無事か。大丈夫大丈夫大ちゃんやってくれよ。もう遠くまで走れないじゃん。あれじゃ出てまいりました。稲田大二郎大丈夫です。稲田大二郎救急車いらず。ラトーバルでも死ななかった大二郎を襲った次なる企画は合コン大ちゃん。今見るとタイトルが大女郎になっていた。俺たちビデオオプションもとっくに来ちゃってました。ゴーゴー大二郎。とりあえずアイドルマシンで脳みそをシャッフルしてみました。大ちゃんのためにちょっと街を流します。ホントじゃ今度は殺してもたるから。これは小さな暴走族同士の抗争を収めたドキュメントです。100ないかお前。あら早いわ。カモシカのように曲がってきました。さっきの GTR より早いよ。あのね、だいぶ野郎ね、足煮詰めてきやがった。この二人今夜は04で決めるつもりらしいです。行くぞ。でも信号待ってる間に一般車が後ろに来ちゃって、と俺ってレーシングドライバーと思い出すアキラ。しかし信号がグリーンになればこの通り。お前らかここ荒らしてんのは。なんだべえ電動多いぞらよ。誰だおめえ。西川だ。この西川レーシングも86のことにかけちゃちったうるさいストリートチームで、ここらの峠じゃもっぱらナンバーワンと噂されるほどの走りを自負する。よってもっかのところ全国制覇だのと吹きまくっている水戸納豆が鼻持ちにならなくて仕方がないのだ。勝負は間近。本当の86使いの技を見せてやると日夜特訓中。そしてつい戦いの火蓋が切られた。そういうわけでルールを説明いたしましょう。今日はアメリカのモータースポーツで最もメジャーなものの一つ、チキンレースです。真の根性を試すなら峠じゃなくてやっぱここだぜ。転落チキンレース。どちらが先に根性なくブレーキを踏むのか。ブレーキを踏んだ方が負けです。しかしブレーキを踏まないとそのまま行きますとこういうことになってしまいますね。なるほど、はい、なるほどですね。あ、じゃあ落ちたら勝ち。いや、落ちたら負けです。条件は D エンジンフルスロットルで穴に突進、ブレーキ手前で時速100キロ以上は確実です。ミトナットを潰すぞ。まあぶっ殺してやるからよく覚えとけよお前。さあスタートいたしました。全開で、おっとこれ寄せ合う形、おっとっと何とかいです。さあ一発勝負、どっちがチキンか。落ちる落ちる落ちるよ。あ、これはほぼ並んでおります。そしてブレーキ先踏んだのは黄色が先ということは勝ちは赤。なんで西川レーシング。もう全然チキン。そう車速乗ってたもんね。チキンさあということで黄色はみんなで言いましょう。えいチキン。いやただ見せてやるよ本物を。出ました。あ、本物てかね、俺こういうの得意なんだよね。アメリカンレーシング、アメリカンレーシング、レーシング、レーシング、ゴー、ゴーブレイク、キップ、ピピピッ、ちょっとビビってる。いいよ、スタートいたします。い
リベンジで全開くれて、おっとおっとぶつかり合い、これは決めた、根性が入ってる。さあ先に打ったのは危ない、あということで、この戦い、石川レーシング勝ち。こんなな、素人に負けてるわけにはいかねえ。こんなのさっさとやっつけて早く世界進出だ。オリドのように軽く勝ってやるよ。もう落ちる絵も取れたしな。あと必要なのはなんだ。飛ぶだけだな。耳のアキラ、勝手なことを言う審査員に逆襲。なんだあいつは。さあスタートいたしました。あー、まだ接触だ、接触だ、接触ぶつかり合って、これ大将同士の対決だ。あで何もなかったように戻っていうことで、勝ったのはあ2対1でシナトレフが、イエー、恐ろしい暴走族同士の争い。こんなことが全国各地で行われている今、世の中の若者たちは大丈夫なのか。ビデオオプションこれからもその実態をリポートしていきます。オプション本誌から家出して以来、実に15年が経ったビデオオプション。数々の修羅場をくぐり、今や立派にアクション街道まっしぐら。さぞご両親もお嘆きでしょう。そんな父親の稲田大二郎も今や他界して、親孝行したい時に親を離し、やった、もっと暴走ができる。そんな喜びとともに明日への活力をみなぎらせ、今またストリートへ向かいます。峠であったらビデオ面白いね、不当であったらいつもビデオ見てるよって声をかけてくださいね。それだけでいいんです。取材は勝手にやってますから、くれぐれも、あ、ビデオさん、この峠俺たちが封鎖しておきますから存分に撮影してくださいなんて言わないでね、調子に乗っちゃいますから。それではまた書店コンビニダイレクト通販でお会いしましょう。危なかっ、そう、俺は殺す気がもしかして、もう真剣な丸出しで、あら、過去の爆笑企画てんこ盛りのビデオオプションスーパーリプレイが満載されたビデオオプションが、スゴで行われた D1 ラウンド3の観戦収録版と日本組で絶賛発売中です。特別バージョンです。売り切れごめんです。お早めに。今宵は朝までよかった。全国1000万人のストリートドリフト好きの皆さん、お待たせいたしました。全国の峠不動をあちこち回って、その楽しさ面白さをギュギュッと詰めたこの一本がドリフト天国ビデオボリューム10。リポーターは全国の峠を回って16年、峠評論家の野向健。グランドスタンド前というわけですね。私、こんなところ、そしてまたここ、ここやここ、そしてこんなところまで行ってまいりましたよ。さあこれでは夜の峠、いやいやいや、夜のサーキット攻略行ってみましょうや。峠の正しい走り方、ストリートで忘れちゃいけないテクニックから、ギャラリーに見せるライン取りまで、みんなまとめて教えちゃうストリートドリフトのバイブルコーナー、フラッシュ覚悟で気合い入ってます。そして伝統のドリフトコーナー、1回転イカさん走りよ天国チーム大会。78回もやってるのに、いまだにタイトルを覚えてくれないドリキン土屋圭司がプロデュースするドリフト大会、それがイカス走り屋チーム天国。今回はクラッシュ続出の関東大会、地上をまれに見るほどの爆笑大会は見る価値大だ。またいますよ、あなたにカメラマン、いつもの親父、いつもの親父、ヘイザク。なぜ谷口はドリフト大会で常に上位にいるのか、そこには常に審査員を意識したミステクニックがあった。
分かりやすい3つの画面で谷口の全ての四十八手のテクニックを盗め。 50% ぐらいのブレーキングでの進入速度とブレーキングのメリハリがね、審査員にすごく受けるんだよね。ドリフト天国ビデオ人気コーナーの技術もの、今回は180に S14 タービンを利用したらどうなるってコーナー。とにかくドリフト好きなら絶対に見逃せない情報だけが詰まったこのビデオ、価格は2000円で8月10月12月と偶数月に発売してますよ。車掌家にこだわった情報、知りたい情報をいっぱい詰め込んだカービデオマガジンシリーズオプション2ビデオ、ボリューム30にはいつまでもその魅力が焦ることがない86特集、走りの欲求を満たしてくれるこのマシンの力を全てお伝え、86チューンの定番からメカチューン、キャブ、スーチャー、ツインターボ、どうやって86を楽しむのか、どうやって86を作るのか、ビデオにしかできない車作りのポイントを徹底的に紹介します。飯田明、オルドマラブの86クラブミッドナットレーシングはここが原点だぞ。オプション2ビデオボリューム30に AE86 特集。軽量コンパクトなロータリーエンジンを搭載し FR にレイアウトすることで世界屈指の運動性能を手に入れた RX7、走るために生まれたチューニングカーのサラブレッドの性能を最も引き出すために必要なものは何か、 RE 雨宮社長、雨宮勲自らがそのチューニングの方向性、セットアップの煮詰め方をきっちりと教えてくれる。そして世界に挑戦する RX7 たち、最高速に挑む姿は感動です。オプション2ビデオボリューム33 RX7 特集、走り屋たちの永遠の味方、それはいつまでも変わらない。オプション2ビデオボリューム34はシルビア180の総力特集だ。 SR エンジンを知り尽くした男たちがその力の全てを尽くして最強のシルビアを作る。拳180を倒す車はどうすれば作れるのか、中古のマシンを使ってヤシオファクトリーオカチンが無謀なまでの大挑戦、果たして結果は。取り付け位置が若干一さんと違うんで、こっちが速いぞ。オルドマラブが送るサンデーレース最速マシンチェック、車載カメラでそのテクニックもチェックせよ。そして谷口信輝が送る車種別シルビア企画で S13、S14、S15、180の違いを学べ。オプション2ビデオボリューム34シルビア180特集。史上最強のチューニングカーランサーエボリューション、こいつの全てに迫るのがオプション2ビデオボリューム35ランゲボスペシャルだ。ラリーのステージだろうがサーキットだろうがとにかくガンガンいける、それがランエボ。 4WD でありながらなぜこんなに曲がるのか、その秘密に迫る。スーパー耐久レースで活躍するエボ、こいつは厳しいレギュレーションの中 GTR さえも煽り倒す力を持つ。その力のもとは一体、最強のマシンを作った男は何を狙ってセットアップしたのか。レースのステージからチューニングカーに活かせる技を大量に公開だ。筑波タイムアタックで最初に57秒台に放り込んだランサーエボリューションを徹底チェック。そのターザン山田ドライブの車載映像は圧巻の一言。そしてみんながすぐに真似できるボディ合成アップパーツをテスト。ロールケージ、タワーバー、トランクバー、その威力はどのくらいあるか、走りの映像とタイムでチェックせよ。オプション2ビデオボリューム35ランサーエボリューションスペシャル。ランサーを超えるものはランサーだけ、ついに史上最強のエボが登場した。オプション2ビデオボリューム36はランサーエボリューション7に絞った大特集。ラリーのステージで活躍するエボ7もあれば、サーキットで活躍するエボ7もある。そこにはそれぞれのステージでそれぞれにあったチューニングがある。新搭載された ACD の構造や AYC の耐久性、ブーストアップの限界、ハードチューンの方向性、とにかくエボ7情報満載ビデオ、絶対見逃すな。オプション2ビデオは車種別こだわりのビデオマガジン、これからもコアな情報を読者の皆さんにお届けします。はい、ビデオオプション販売部です。あ、もしもし、俺だよ俺。あ、ラーちゃんだ、ラーちゃん。ラーちゃんだよ。おい、ラーちゃんだって言ってんだろお前。どうなってんだよ。おい、ビデオオプションお前欲しいんだよお前。ビデオどうしてくれんだよお前。はぁ、あ、あな
たの電話待ってるわ。ビデオオプション、オプション2ビデオ、ドリフト天国ビデオ、ドリフトクラブビデオのご注文は送料無料、電話1本、便利なビデオオプションのフリーダイヤルまで。ご注文待ってます。そして最後まで見てしまった読者の皆さん、今度はどっかのストリートステージで会おうぜ。